マッチ棒パズル。正しい等式を成立させる脳トレが全部で5問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は、すると 6+3=9 となり、正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい式にしてください。正解は、すると0=4-4となり、正しい式になりました。第3問。1本動かして正しい式にしてください。正解は、すると9-1=8となり、正しい式になりました。第4問。1本動かして正しい式にしてください。
正解は3+2=5=5となり、正しい式になりました。第5問。1本動かして正しい式にしてください。正解は11-1=3=7となり、正しい式になりました。おまけ問題です。1本動かして正しい式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。